福島県立博物館の活動についてちょっとお聞きしたいんですけれども、コロナの影響もあるんですと思いますが、震災から10年を迎えて、博物館は今どのような状況なのでしょうか。まずお話しておかなくてはいけないのは、僕は去年の3月の末で、福島県立博物館の館長を離れました。ですから今はもう、OB というか外にいて、10年のこの福島県博の歩みを振り返るという立場なので、その点、ご配慮いただければと思います。つ失ま礼りしまし僕はた。今の責任者じゃないんです。それでね、この震災、東日本大震災が始まってから10年目になるわけですけども、この中で、今日お話ししなくてはいけないことの中の、その前提になることがあると思ってるんです。で、それは、つまり、日本の文化行政っていうのは実は明治以来国の大きな制度の枠組みの中で教育の下に文化が置かれてるんです。ですから博物館もその文化庁というその文化を所管する官庁の下にあるんですけども、より大きくは教育というその大きなシステムの中で、動いているんですね。で、これ、なぜ重要かっていうと、教育っていうと、国家とか、イデオロギーといったものに、非常に強い形で、つながるじゃないですか。文化が独立した形で、例えば、文化や芸術が、政治を批判するとか、いうことが、非常に難しい、仕組みになってます。そして、東日本大震災が起こった時に、当時の文化庁長官はとても感動的なメッセージを、その新聞の論壇の中で、しています。で、この震災からの復興にとって文化や芸術というのが大変重要なものになるからっていうメッセージだったんですね。ところが、文化庁は本当に悲しいくらい予算持ってないんです。自由に動かせる予算がないんです。ですから、災害が起こった時に、じゃあ臨時のこういう予算を使って、何かをしようっていうことにならないんです。ですから、言葉による励ましのメッセージっていうのはありましたけれども、現実にはもう、その現場の博物館であったり、教育委員会であったり、考古学の専門家であったり、そういう人たちがそれぞれの創意工夫で、その震災からの復興ということを、考えて行わざるを得なかった。それは、例えば、福島県博でさえね、体験したことないんです。大きな災害の後に、博物館が何ができるのかといったことを、全く知らないんです。モデルがないんです。そういう状況の中で動き始めましたから、勝手にしゃべりますけども、福島県博は2つのことをやりました。1つは、震災遺産というふうに呼んでますけれども、震災によって生まれた、壊れたものとかね、瓦礫とか、そういうものを集める。コレクションする。それを、その震災の記憶として、記録として、保存しようっていう動きが一つありました。で、もう一つが、芸術や文化によって、壊れたコミュニティをつなぎ直したり、その苦しんでいる人、悲しんでいる人に対して、その柔らかいメッセージを送って、立ち上がることを促すような、そういう、その芸術プロジェクト、アートプロジェクトっていうものが行われました。で、福島県博は実は県立博物館なんですけども、歴史
民族、美術、自然、あと保存科学みたいなもの、そういうその多様な分野のジャンルの専門的な知識や技術を持った学芸員が20人規模でいました。で、そういう総合博物館である、小さくはあれ総合博物館であるということが、多分大きな災害の時にとても大きな意味を持ったかなと思います。もう震災の後にそれぞれの専門性を抱えた学芸員が、その沿岸の原発による事故によって汚染されたエリアにも入って、そこに、ある小さなミュージアムのそのコレクションをそのレスキューするといったことを、もう最初からどんどん入ってやりました。で、その時に重要だったのは、単に歴史やその歴史の学芸員とかではなくて、いろいろな分野の学芸員が共同で仕事をすることができたっていうことがとても大きかったと思います。ですから、思いがけないことをやれたんですね。考古学なんかでは、例えば、地層のむき出しになっているところを、その、灰で、サンプルを作るといった技術があるわけですけども、それを、この震災で地層が動いてずれたところがあったんですけども、そこを高校生とか大学生なんかにも参加してもらって、全部取る、その地層の動いたことが記録として残せる、そういう技術を使って残したりとか、そういうことから始まって、実はいろんなことができました。ですから、文化財レスキューということでも、その技術的にも、その海水で、海の津波でやられてしまった文書とか、それをどういうふうにしたら、その再生できるのかというところから始まって、壊れたものとかいろんなものをどういうふうにその震災遺産コレクションとしてその守り、その安全な場所に移し、そしてそれを長期にわたって保存していくことができるかみたいなテーマを徹底的にやることができました。ですから、これ終わってから我々は気がついたんですけども、東北の中でも福島県立博物館は非常に稀な形で、稀有な形で、レアな形で、そういう総合博物館が大きな災害に際して文化財レスキューというのを多様な形で展開することができたということで、とても評価を受けましたね。喋ってていいんですかね。お、もちろんもちろん。で、もう一つはそのアートの力だったんです。で、我々のその博物館は美術のアートの担当者もおりましたので、彼らが中心になって、その文化財レスキューとは違う形でアートによって壊れてしまったそのコミュニティをどういうふうに再建していくのか、バラバラになってしまった人の心をどういうふうにつなぐのか、あるいはもう一つ言うと、震災後に福島は分断とかね、対立っていうのが非常に厳しい形でその覆い尽くしてしまったんですね。そうすると、みんな怖くて声を上げることはできない。例えば原発に対して、私はもう原発は、原発に依存することはできないって考える人もいるし、それでも原発は必要だというふうに考える人もいるし、そういう見えない分断とか対立っていうのは厳しい場所になってしまったんですね。そうすると、アートというわけのわからないことをやってる人たちがそこに現れて、隠されている言葉とか思いとか声といったものを、その柔らかい形ですくい上げることがどうもできたんですね。ですから、そのアートプロジェクトも本当に多様な形で展開することができましたね。
これもその総合博物館として大きな災害に立ち向かったある種の実験だったと思いますけども、実にいろんなことをやることができたなというふうに思ってます。具体的にもっと必要があれば話します。まあ、もしなんか一つの具体的な事例が、まあ、挙げていただける、いただければ、うん、ね、例えば、福島県博はその震災の前から実はその日本のミュージアムとしては博物館、あ、ミュージアムって日本では博物館と美術館がはっきり分かれてるんです。これ重要な、もう明治以来のシステムなんですけども、でもうちの博物館に美術、アートのその専門学芸員が3人4人いるんですね。ですから彼らはその震災後にいろんなことやったんですけども、実は震災の前から岡本太郎というアーティストをテーマにした展示をやったりとか、あるいは、会津漆の芸術祭って言ってたんですけども、その会津は漆器、漆の器というものが地場産業なんですね。でその漆器を、漆をテーマにしたそのアートプロジェクト、アートイベントというものを震災の前からやってました。でそれが震災にぶつかった時にテーマを少し変えて、震災の鎮魂、鎮魂ってわかりますか？魂を鎮める。そういう、そのテーマを変えて、たくさんの現代アートの人たちに参加してもらうっていうことがスムーズにできたんですね。で、その展開の中で、もう多分数十人、もっとたくさんの若いアーティストたちが、福島で何かをやりたいっていうふうに思って、入ってきてくれて、彼らを、その被災地の現場に連れて行って、いろんな動きが始まりました。その中で、例えば、岡部正夫さんという、フロッタージュってわかりますかね？紙を、フロッタージュっていう手法がありますけども、うん、その手法を使って、つまり、この震災のね、記憶って、ものの形で、残すの難しいんです。ですから、壊れた防潮堤のその断面に紙を押し当てて、そのフロッタージュの作品を作るとか、あるいは、放射能汚染汚れてしまって、切らざるを得なかった、その民家の庭に生えていた大きな木があるんですよ。それを、その切らざるを得なかった。で、その切ったその断面をフロッタージュで、残す。そしてその木についての、あるいは防潮堤についての、 その皆さんの思い出とか記録、記憶といったものを聞き書きしながらメモとしてそこに書きつけていくような、そういうその岡部正夫さんのフロッタージュプロジェクトっていうのはとても有効なものだったなと思います。とても象徴的にはね、富士壺ってわかりますかね？貝、船なんかにくっついている、貝があるんですけども、それがね、はい、壊れた、消波ブロックってわかりますかね？テトラポット。海岸に、はい、うん。あれが、沿岸2、3キロ流されてるんですよ、津波で。で、その、消波ブロックの、ある高さまで、富士壺がいっぱい残ってました。つまり、そこまでは、ずっと海に沈んでいたっていうことはわかる記録なんですけども、そういう富士壺のフロッタージュを作ったりとか、ということが、とても面白い、作品、プロジェクトでしたね。あるいはね、華道家って、花を生けることを仕事にしている作家がいるんですけども、片桐さんという作家が、その作家が、もう震災後、南相馬市に暮らしながら、もう毎日のように被災地を歩くんですね。で、たくさんの人が亡くなったところ
に行くと野原の花を摘んでそれを生けて、その花、生け花っていうのは実はそうしたその命と向かい合うある種の作法だったんですね。ですから野の花を摘んできて死者に、まあ、手向けるっていうんですけども、備えるといったことをして、それを写真に撮るということを繰り返してきた。つまりその生け花という日本の伝統的なアートの一つのジャンルが、その被災地で実は人々の死とかその記憶とかと向かい合うため の、 そのある種の技法技術として再発見されるような場面にも立ち会うことができたかなというふうに思いますね。まあ、そういう形で、決してたくさんのアーティストではないんですけども、被災地に入ってきて、実際にそこを歩いて、人々の声に耳を傾けながら、それを作品として提示するっていうことが、その我々のプロジェクトの中で本当にたくさん行われました。ですからそれは、その、アートという形でしかできないことがあるんだなということを、その、痛切に感じた体験でもありましたね。なるほどですね。なんかそういうことをなんかモデルとして、まあ、全国の博物館とか美術館に、まあ、なんか復旧されることになるのでしょうかね。僕が福島県博を離れる前から、ライフミュージアムネットワークっていうふうに我々名付けてました。ライフっていうのは日本語で言うと命と暮らしなんですね。つまりこういう、とりわけ我々の日本列島では、その大きな災害がもう立て続けにこれから重なって起こっていくだろうっていう、災害多発の時代に入ったっていう感覚があるんですね。で、その中でミュージアムというものが、その地域の中でどんな役割を担うことができるのかっていう時に、テーマは命と暮らししかないっていうふうに感じたんです。それは湊千尋さんというアーティストが提案してくれたことなんですけども、その命と暮らしというものをテーマにして、我々の福島県博だけではなくて、全国の、その、災害被災地にある、この博物館、例えば、広島であったり、長崎であったりから、あるいは、雲仙という、火山の爆発があったところの、博物館とか、あるいは、水俣病の、その場所である、その、そこのミュージアムとか、つまり、災害とか、そうしたものをテーマにして、その命と暮らしについて考えることをずっとやってきた博物館をつなごうっていう動きをしました。ですから、そのライフミュージアムネットワークの中では、そうしたその日本全国のさまざまなそのミュージアム、博物館であったり美術館であったり、その災害と向かい合ってきた人たちのその記憶とか、あるいはその体験の蓄積とか、そうしたものを掘り起こして、孤立した形ではなく、横に連携してつながって、そのネットワークを作ろうっていう、そういう動きに、8年目、9年目からなって、いろんなことをやってきました。なるほどですね。まあ、次の質問とちょっと、つながるかもしれないんですけど、関連してるかもしれないんですけど、まあ、東北地方が未来に向かって、どのように発展するかについてちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、震災10年を迎えるにあたって、まあ、震災記念では今後どのようなプロジェクトが重要になってくるか、ちょっとどう思われますでしょうかね。うん。震災10年ってなんですよ。それで、はっきりしているのは、東北は地震とか津波っていうのはもう繰り返し体験してるんで、割合ね、知識も持ってるし、そこからどういうふうに復
行していくのかっていうこともわかるんです、ある程度。けれども、今回は東京電力福島第一原発が爆発事故を起こしてしまって、それは、誰も体験したことのない、大きな事件なんですね。で、それに対してどういうふうに向かい合うことができるのかっていうところで、本当にね、混乱を我々は強いられましたし、今だってね、一体何が起こったのか、今何が起こりつつあるのか、これからそれはどういうふうに展開していくのかって全く見えないんですよ。アンダーコントロールなんてことはありえないし、今何が起こってるのかっていうことすら、原子炉の中見れないんですから、ロボットですら壊れちゃうんですから、そういう状況の中で、僕は福島のこの震災、原発事故っていうのは始まったばっかりだというふうに思ってます。だから、今のこの時点で考えてることっていうのは、これからどんどん変わっていくだろうし、まあ、10年、20年、30年、あるいは50年といった歳月の中で、その少しずつ何が起こったのかということを我々は知ることになるんだろうと思いますけども、その中で、僕はやっぱりアートというのは非常に重要な、その要素になる、条件になるというふうに思ってますね。それで、まあ、我々が、まあ、福島でやってきたこと、東北でやってきたことっていうのは、おそらく、世界中の人たちにとっても大きな共有されるべき体験なんだろうと思います。ですから、我々はもう今までひたすら内向きに一生懸命やってきましたけども、それを外に向けて開きながら、自分たちの体験をなんか伝えるといったことも必要かなというふうには感じていますね。そうですね。次は、ちょっと、海外、なんか東北と海外とのつながりを、まあ、それについてちょっと聞きしたいんですけれども、まあ、今のところ、まあ、この時期で、日本国内では、まあ、天皇陛下の、まあ、被災地へのオンライン訪問とか、まあ、それをはじめとして、まあ、様々な記念行事に注目が集まっていると思うんですけれども、まあ、海外からのコミュニティは、まあ、東北地方のために、まあ、何か活動ができると思われますか？僕はね、もう、震災以来、たくさんの人たちの支援とか、温かい励ましとか、もう受けてきたんですよ。で、これからは、受け身ではなく、こちらが体験したことを、発信して、こちらが、支援に対する、感謝をする立場なのかなっていう気がしますね。終わっていない。始まったばっかりだ。でも、それは、多分、こういう形で原発事故の非常に厳しい被災をしながら、その中で生きようとしている。で、今、日本が選んでることが正しいのかどうかなんて僕にはわからないし、非常にたくさんの問題も含んでいると思います。そういうことも全部ひっくるめて、海外の方たちときちんとつながっていくようなことを、受け身ではなく、こちらが発信者になるような、だから、10年目ですけども、福島の声といったものをきちんと、形にして、それはアートであったり、いろんな形だと思うんですけども、提示していくという時代に入るのかなと思います。きっと我々のしてきた体験は、世界の人たちにとっても大切な体験として共有できるものだというふうに信じていますね。そうですね。確かに。少しなんか話題が変わるんですけれども、もう数年前にお会いしたときに、赤坂先生に、震災が、海岸の環境にどのような影響を与えたか、
まあ、土地はどのようにかて、どのような形で復興されているかについて、まあ、いろいろ教えていただいたんですけど、まあ、大震災から10年目にあたって、東北地方、特に津波によって流されてきた、まあ、地域では、まあ、土地、農地に対する発想、ちょっとなんか考え方は、まあ、震災前と比べてどのように変容がしたのかでしょうか。うん。あのね、ちょっとそれずらしますけども、その、福島県の会津地方で、僕らの仲間たちが、その、再生可能エネルギーを使って、地域の復興のために何ができるかっていったことをずっとやってきてるんですね。で、その中で、その、再生可能エネルギーというものが、地域の、例えば農業というものにどういうふうにつながるのか。で、我々の仲間は、例えば、その、ワインを作ってみたいということで、その太陽光のソーラーの下に、そのブドウ畑を作って、つまり再生可能エネルギーと農業を共存させるといった取り組みを始めたりしています。あるいは、会津の豊かな森があるんですけども、実は里山はとても荒れているんです。もう再生可能な、あるいは持続可能な形での、その、森、里山ってわかります？その、村に近い、その、背後にある、人間たちが関わりながら利用してきた森っていうのが、すごく荒れちゃってるんですね。で、それを、もう一度再生するというプロジェクトの中で、その、森の木を、その燃やして、その、エネルギーをいただくみたいなこと、あるいは水の流れといったものもそうなんですけども、この最先端のそういう再生可能エネルギーの技術というものが、地域の暮らしやその生態系といったものをもう一度読み直す。そして、その壊れたものを復活していくっていう方向に動き始めています。そういうことをささやかですけども始めているんですね。で、そういう動きっていうのは実はモデルになって、その東北のいろんな地域に今、広まりつつあります。で、その中では、例えばもう原発の、その、沸き起こした、その放射性物質を降り注いだ大地では農業はできないのか。でも、その中で生きていくために、なんとかそれを可能な形にしたいということで、本当にその手探りでね、みんな頑張ってます。で、そういう動きっていうのは、もう一度ね、その先ほどに戻ると、ライフ、命とか暮らしというものを、この土地に生きるというその現場からもう一度捉え返して、その再生させていくようなプロジェクトとして、小さいんですけどね、いろんなところで始まっています。で、それはだんだんと見えてくると思いますね。だから、あなたの関心持っているその有機農業とかね、実は福島で一番打撃を受けたのそこなんですよ。もう土をね、一生懸命化学肥料ではなく有機によってその作って一生懸命やっていった農家、農業の人たちが一番直撃受けたんですよ。だって、この放射性物質が降り注いだ大地で作られたもの、その有機農業やっていた人たちにとってはもう最悪の事態じゃないですか。でも、そこでね、離れていった人たちもたくさんいたし、踏みとどまってやろうという人たちもいたし、その大きな今、動きにはなっていないけれども、小さな動きは始まっていて、その生きるために、暮らしていくために何ができるのかという小さな実験がいろんなところで行われていて、それが横につながりながら、そのお互いの経験をね、共有しながら、で、僕はすごく思ってるのは、そのコモンズっていう考え方があるでしょ？
コモンズ、うんうん、この日本語で言うとね、入り合い地といった言葉なんですよ。つまり共同の土地を利用、共同でその土地を利用して農業やったりいろんなことをするといった入り合い地というものが、実はコミュニティのその核だったんです。核心、中心だったんです。でもそれがなくなってしまって、でもね、その入り合い地とか、逆に言うとコモンズといった言葉が一番その有効だと思うんですけども、あのみんなの海、みんなの森、みんなの川、みんなの大地みたいな、そのみんなのっていうコモンズという考え方がなければね、これからの時代を生き抜いていくことは多分できないんです。それをその若い人たち、若い世代が気がつき始めているということは、僕にとっては希望ですね。だから海辺で、ね、暮らすあの若者たちに話を聞いたときに、あの目の前にあるその湾を指して、これをみんなの海として大事にあの 再生させていかなかったら、それをその分割してね、これのものだ俺のものだってやってると、結局エゴがその小さな自然を壊していく。そうではない形で、みんなの海、みんなの森といった伝統的な考え方をもう一度復活させて、そこから新しいその地域の風景を作っていけないか。そこにはきっとね、僕は再生可能エネルギーっていうのはとても重要だと思ってます。つまり原子力発電というその中央集権的な巨大なシステムっていうのが、そのブラックボックスになってしまって、そこで何が起こってるのかもさっぱりわからないようなものに、自分たちの、その未来を、運命を委ねることはできないっていうふうに感じた人たちが、やはり再エネ、再生可能エネルギーといったものと、小さな地域の農業とかをひっくるめた地場産業みたいなものをもう一度育てていこうといったことを考え始めている。それがこの10年目の一つの希望かなというふうに思います。でもそれは時間がかかると思いますよ。でも、そういう、東日本大震災という巨大な地震と津波と原発事故を体験した東北の若い世代が、そういうことを、新しい時代の風景として切り開いていこうとしている動きは確かにあります。その講演会の視聴者に何か、震災後10年を迎えることについて何か伝えたいメッセージがあるのでしょうか、うん、ちょっとなんか曖昧な質問なんですけれども、ね、僕は震災後に被災地をずっと歩いていて、津波に流されたエリアを指さして、あそこは50年前海だったんですっていう言葉を繰り返し聞きました。つまり日本列島の人口が1億2800万というマックスの時に、あの東日本大震災で起こってるんですね。つまり人口がそれだけ増えれば、自然の懐に人間たちが入り込んで、そこを開発しなければ生きていけなかったんだと思います。だから海を埋め立てて、そこを住宅街にしたりしてきた。でもあの大きな津波はね、そういうふうに人間たちが自然の懐に入りすぎたところを直撃していました。人間たちがかつてのそのラグーンであったところを、型であったところ、ラグーンってわかります？ところを埋め立てて水田にしていたところが南相馬市にあるんですけども、そこがきれいに震災後はラグーンに戻ってました。そういうのを見たときにね、その人と自然との関係っていうのはどういうふうにこれから再編していくことができるんだろうかというふうに考えざるを得ないし、もう一度、我々は海との関係、森との関係をどういうふうにデザインすることができるのか。その時にね、南相馬市の、南三陸町だ。の郷土史の先生が言ったんですよ。
彼はね、もうそこは、そのエリアは完全に15メートルぐらいの津波で洗い流されていたんです。で、何が残ったと思いますかって言って、彼は指さしたんです。中世の盾があった、後ろがあったところ、あの山、で向こうの縄文の貝塚が遺跡として残ってる、あそこは残っているんです。中世に戻るしかないんですよ、って言い方をした。で中世に戻るっていろんな意味合いがあると思うんですけども、人間がその技術や経済力によって、あまりにもその自然を作り変えて、改変して、人間たちがそれを支配できるというふうに思い込んできたことに対して、反省だと思うんですね。ですから、実は、沿岸被災地に380ぐらいの縄文の貝塚があるんです。貝塚っていうのは縄文人が暮らして、貝を食べたのを捨てた場所なんですけども、そのね、貝塚は、ほぼすべて無事なんですよ。津波が届かなかったんです。つまり、縄文の人たちは、津波とか台風の高波とかが、押し寄せてくる。その少し上に村を作って生きていたんです。つまり、海辺の村だから、海岸に村を作っていたんじゃなくて、少し高台に津波が届かないところに、わざわざコミュニティを、村を作って暮らしていた。そういう、自然と、人間と自然との関係っていうのを、その深いところからもう一度考え直すべき時代になっているんじゃないかっていうふうに感じますね。日本列島の人口ね、どんどん少なくなるんですよ。そんなね、2011年の海岸線を守る必要なんかないんですよ。必要なくなっちゃう。もっと僕は撤退の時代に入ったというふうに思います。